改めまして、はじいでーす。元気ですか？すごい気合いでしたね。今日はね、オリックスの宮崎のキャンプに行った時に、ケイタに会いに行った時に、ケイタがなぜかくれたこのグローブを、それもらっても俺何に使ったらええねんって。なあ、今日やと。これをして、ケイタと一緒に今日ライブしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとう。やっぱり今日はね、野球の試合というところで、今日はバッチン、勝ったけど、いろんな試合があるし、いろんな時があると思います。それは野球でもそうだし、僕ら、ね、一人一人の人生においてもそうだと思うんで、何があっても9回の裏のね、最後まで諦めんぞという気持ちを込めて応援。逆転満塁ホームラン打つで、倒る手でもいいよ、いくよ。いつか逆転満塁ホームラン、あ、飛ばして最後に笑うのさ。今見てなさいよ、全部中チェンジ、必ずオリックスの世代が来る。僕の夢ってのもんで、中学校からはね、野球部に入ろうと決めていたんです。部活で学科に入る他の部には面もくれず、憧れの背番号5を追いかけてた。入部の際には必ずアプリしなくちゃいけません。それでも僕の心に迷いはなかった。頭にチェンジ、これには父ちゃんも母ちゃんもびっくりして、目まん丸にして驚いてたけな。いつか逆転満塁ホームラン、飛ばして最後に笑うのさ。今に見てなさいよ、全部中チェンジ、全部こんな目の周囲全然ちょうないホームラン。私だってやるとかやるのかは覚悟してなさいよ、もっと注目せよ。オリックスの時代の到来だ。やっとこさ動き出した僕の夢、ところが現実は甘くなって、毎日のメニューは玉拾い、声出した尻込みのみ。そして一年ポーズ分かっちゃいるけど、キャッチボールがしたいっす。バッティングマシンでカッティングなんて監督にしたい、もうアピール。マットボルト、マットボルト、こりゃ困った。でも今は足たずみ耐えるしかない、腐らずに。そうひたむきに掴むシリー、きっとどの世界でも同じさ。チャンスを掴むまでのその期間、しがれもりもりしかなかめやがてくる。その日を信じて頑張ったやつ、いこう。いつか逆転満塁ホームラン、あ、飛ばして最後には笑うのさ。今に見てなさいよ、全身にデートンデートン、バッシュのみなの終焉、全然ちょうだいホームラン。本気出したらオリックスやばいんだわ、覚悟してなさいよ、もっと注目せよ。あなたたち流さないと、おお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 お、繰り返し、おおおなんとなく、おおおお、ありがとう。いいね。今はまだつぼみ、その時もまた言うよ、必ず咲かせるよ。最後に笑うのさ。今に見てなさいよ、全宇宙全人類、全日本の皆の終焉、全員生涯ホームラン。私だってやっとかやるんだわ、覚悟してなさいよ、もっと注目せよ。あなたの時代の到来よ。めちゃめちゃ
歌いやすい、ありがとう。もっとアウェイかと思ったわ。あったかいねん、もしかしたらマリーズのファンの方もいらっしゃるかもしれないですけど、ありがとうございます、ありがとうございます。おお、ごめんね。あのね、今日、今何時教えて。めっちゃ声でかいやん。6時半、あっちまで聞こえたからな、今。今6時半。今日ね、実は夜7時に僕の新曲のミュージックビデオが YouTube に公開されます。おお、なるほど、いいね。なのでぜひ、ちょっと気に入ってくれた方はね、あ、7時に8時言ってたなって感じで、ご飯食べながらとか帰る道、電車の中でとかね、見ていただけたら嬉しいんですけど、1曲だけ真剣な真面目な歌を歌わせていただきたいと思います。今日は誰かでしょ、女子とかは特に選手で推しとかがいて、誰推しとか、マーゼル推しとか、よし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 、分かってんだから、海推しとか、マジ推しの人もいるの。でもどうしてさ、僕らは人を好きになるんだろうね。そんな思いを歌った歌です。心を込めて真剣に歌います。で、今日は時間の都合があってちょっとショートバージョンでお届けします。怖い僕らはまだ人を好きです。